北口豊野駅は、長野県長野市豊野町豊野にある、品野鉄道、東日本旅客鉄道の駅である。品野鉄道の北品野線と、当駅を起点とする JR 東日本の飯山線が乗り入れている。飯山線の列車はすべて、北品野線を通して、長野駅まで乗り入れている。もともと北品野線は、 JR 東日本の新越本線であり、当駅は JR 東日本の単独駅であったが、北陸新幹線開業と同時に、並行在来線である新越本線は、品の鉄道に移管された。同時に、駅の管轄も品の鉄道に移管され、両者による共同使用駅となった。かつて、阿賀津線が大間駅より、あずまつま村を経由して、 当駅まで延伸する計画があったものの、実現には至らなかった。短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線の計二面三線のホームを持つ地上駅。一番線が下りホーム、2.3番線が上りホームであるが、平日朝に一本のみ一番線から発車する上り列車が存在する。また異常時には三番線から 下り列車の発車が可能な構造である。なお、国鉄時代には、貨物車両等の留置線が5線と、貨物ホーム端式1目に1線が存在したが、貨物取扱いの廃止後、現在の構造に変更された。かつて木造駅舎だったが、2008年に、現在の京上駅舎に改築された。駅舎改築に先立って行われた、駅周辺整備事業では、 東西連絡通路と駅の南側と北側に公園が整備されている。今後は駅北側を走る主導と接続するロータリーなどが整備される予定。なお、改築以前の駅舎にはキオスクがあったが、改築後は設置されず、事実上の撤退となった。終日配置の直営駅で、北品野線の各駅を統括する管理駅でもある。 出札窓口営業時間は7時から20時。JR 券は発売範囲を限定して9時から17時30分の間のみ発売する。なお、企画乗車券は、新州往復切符、青春18切符、新州ワンデーパス、北新州ツーデーパス、新州特急料金回数券、東京週末フリー乗車券を取り扱う。JR 時代も、 食営駅であり、管理駅として、無れ駅を管理していた。また出発窓口は、緑の窓口として営業していた。かつては急行、米、山や赤倉などが停車していた一方で、特急、浅間や白山は通過した。1997年10月1日の北陸新幹線一部先行開業と同時に、特急、緑が、 長野新潟間に往復新設されると、上下それぞれ一本が停車した。その後2001年12月1日のダイヤ改正で、特急、三の折の長野駅発着分が廃止されると、当駅に停車する特急はなくなった。過去には修学旅行等の臨時運行のため、特急、品野が入線したことがある。2015年3月14日からは、 新越本線が品野鉄道へ移管。JR 東日本としては、飯山線の単独所属となっている。飯山線は当駅を起点とするが、列車は、品野鉄道北品の線へ乗り入れて、長野駅まで運行している。2000年度以降の推移は、以下の通りである。県道66号、千曲川に架か,かる小布施橋を渡れば、小布施町も近い駅北口に、 長野市営バスの豊野駅北口停留所、駅南口に、市営バス、豊野駅南口停留所と長野市、コミュニティバスの豊野駅停留所がある。バス路線は2010年5月31日をもって終了し、翌6月1日からは、長野市、乗り合いタクシーが引き続き運行している。駐車区出店 JR 東日本品の鉄道、ありがとうございます。